はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、突然ちょっと珍しくブラウザ版に今入ってきましたが、どうやらブラウザ版の方に先行で新しいイベントが実装されているということで、ちょっとそれ見に来たんですが、まずはこの万事万応やって読むんですかね。何事にも応じますよみたいな、よろずやみたいな雰囲気ありますが、どんな中身になってるのか、なんだこれは。なんか今まで見たことないタイプの表示になってますが、気になるのがこのお守りみたいなアイテム、イベント交換ショップで交換できる引き換えアイテム、こちらもそうですね。あ、っていうのがランダムドロップするのと、あと、抽選回数何回かやると、確定ドロップ枠もあると、段階報酬。あ、で、こういう風に確定でこのお守りが落ちると。120連のところまであって、30までしか見えてませんが、この先あるんですね、まだ。で、限定交換。あ、で、ここで、そのお守りを使って、UR1000 のキャラクター。あー、なるほど。1体と交換できるんですかね、これ取れば。で、UR の方も、はい、こういう風にいて、SSR もあると。あ、お守り集めて副賞ゲットしましょうってイベントですね。あ、で、遊園地プレゼントとか MR 決勝ありますね。で、次期副賞予告。これで次回実装時にこんな虹たちが来ますよっていうのがここで先にネタバレされてるんですね。ちょっと人数減ってますが、次回。あ、ということはこれ、常設系のイベントになるんですかね。残り30日間、1ヶ月ごとに切り替わるタイプの。はい、とりあえず1回無料でやってみますか。はい、無料枠分。あ、シンプル。あ、なるほど。こういう風にランダムで、この12枠からどれか1個、当たると。あ、で、抽選回数1回増えたんで、こういう風に上がっていって。で、提供割合は？あ、やっぱりお守り系、まあ、特に上の価値の高い方のお守りの方は、めちゃくちゃ確率低いですね。こっちのお守りは割と当たりそうな感じ。で、今拾った覚醒弾3個なんかは、まあ、落ちやすい部類のやつがやっぱり落ちたと。いや、でも、覚醒弾だったり、千の育成弾だったり、割とアイテムラインナップは悪くないですね。まあ、ちょっと、ランゼロサーバーみたいな、あんまり副賞を頻繁に投用しないサーバーだと、覚醒弾と訓練書と神髄弾なんかは余りがちですが、重廃課金に近い人は、まあ、ここら辺のアイテム、なんかもガチャでついでに落ちてくれるならありがたいですよね。あれヘルプ見たら毎日1回無料抽選できるんで、これ期間が28日間あるんで28回ガチャ毎日回せるんですね。毎日無料枠分でもらえる場所が1箇所増えたってだけでもだいぶありがたいですね。千両育成弾が安定供給されるようになるのはかなりありがたい。あー、で、残念ですが UR1000 とか UR 副賞に関してはランダムドロップっぽいですね。で、28日間毎日やったとしてお守りここの30連のとこに2回足りないですね。なんであとはこのコインを買ってくれってことなんですが、この右上のプラスボタンを押すとここから160円で1個ずつ毎日1回限定で買うことができるのと、3800円で10個買うやつがありますが、これ絶対1個のやつの方がお得ですね。課金効率圧倒的に上の方がいいですね。で、さらに言うと7日連続購入が最高ですね。これ7個だと1120円かかっちゃうんで。はい、まあちょっとブラウザ版なんで支払いの設定とかしてないので今回買いませんが、イベント期間が28日間なんで、まあ4回この7日連続購入できるとして、4000円で28枚のコインがゲットできると。で、毎日無料枠分から28回分のガチャが引けるとしたら、28+28で4000円かければ56回合計でガチャが回せて56なんで、あと4回引ければランクの高い方のお守りまで届くん で、その残り4枚をこの大パックで、まあ、10個分買って補うか。でもそうすると3800円かかっちゃうんで、私的には作戦としては、まあ、毎月このイベントが実装されると仮定して1月28回無料 で、あと4000円かけてコインを28個分購入することができますが、1シーズン目はあえて購入する方のコインは1枚も使わずに28枚コイン残しといて、コインを余らせておいて2シーズン目からこのコインを少しずつ放出していくっていうやり方が良さそうかなと。まあ、2シーズン目も28回無料枠分引けた後、もちろん4000円かけて28枚コイン買うんですが、まあ、同様に4枚60個コイン60枚達成するためには足りないので、ここで余らせておいた4枚を切り崩して使用コイン枚数を28枚足す4枚で32枚使って合計して60枚のコインを使うという形を2シーズン目から実施していけば、まあ、最初の28枚貯めている分があるんで、3シーズン目4シーズン目と徐々に切り崩す形で8周目まで対応することができると。はい、そうすると合計3万2000円かけて、60連した時のあのお守りが7個手に入るので、はい、お守り1個あたり4571円で購入できたというような計算結果になりますね。まあ、毎月課金できるのであれば、そう考えると3800円のやつ買っちゃうのはマジでもったいないですね。はい、4500円でこのピンクの守り1個ゲットできるんで、まあ、だいたい9000円ぐらいで虹キャラクター1個ゲットっていう感じですかね。まあ、でもそれで言うと日月の輝きなんかのこのカプセルなんかで、まあ、約5000円ぐらいで1体虹の副賞ゲットできるんで、まあ、こっちの方が安く感じるかもしれませんが、はい、こっちの方は9000かかっちゃいますが、まあ、おそらく確率ドロップからも約 5% で落ちるんで、ピンクの守り2個をゲットする頃には120連してるんで、段階報酬のここから青いお守りが20個もらえて、なおかつ
確率ドロップでもだいたい 5% ぐらいなんで、20回に1回ぐらい落ちるって考えると6個ゲットできてるんで、26個青いお守りもゲットできて、 UR 戦1体ゲットするまでに UR のキャラクター2体ぐらいゲットできちゃうんですね。だいたい9000円かけると、まあそれかまたは4500円で MR 結晶10個ゲットしちゃうっていうのも、 MR 結晶なんかは1個で交換できるんで、約4500円で MR 結晶ゲットしちゃうっていうのもありですよね。うん、それも課金効率めちゃくちゃいいですね。9000円で20個はめちゃくちゃ課金効率いいですね。今20個買おうと思ったら11800円かかりますからね。でしかもこっちの方は MR 結晶だけじゃなく、まあ、60連するとその間に13、4個ぐらいこの青いお守りもゲットできるんで、 UR キャラクターも1体ゲットできたり、まあ、SSR でもいいし、はい、MR 結晶以外にももらえるアイテムが、まあ、ここから取れたり、あと普段のランダムガチャからも戦力育成弾とかなんかも入手できるかもしれないし、ということで、いやこの作戦でだいぶ安く MR 結晶だったり、まあ、2次キャラクター狙いに行けるんじゃないかなって感じですね。でもっとお金節約したい人は毎日の28回無料枠分引いた後残り2回ですね、で30回の抽選の2個のお守りもらえるんで、この分だけ課金するみたいなやり方もありですよね。でその際も160円を2回買うよりは1回1000円買っとけば7個ゲットできるんで、1000円使って7枚コイン購入しておけば、1シーズン目28回無料枠分引いた後2個だけコイン使って5個余らせて30連に到達できるという形を、コインが余ってる間は課金せずに0円でコインを切り崩していって、4シーズン目にコインが足りなくなるのでまた1回1000円使って購入して、はい、という風に7周すると1巡するんですが、それで2000円かかってお守りが追加で14個ゲットできるようになるんで、まあ、1個あたり143円で購入できると、はい、毎回この160円使って2回買うと320円かかっちゃうんで、はい、こっちから買うとこの30連のところのお守り1個あたり160円かかっちゃうんで、単価17円ぐらい安くこちら利用した方がゲットできますね。まあ、なんで例えばそれで UR 副賞1体ゲットしようと思ったら、7日間まとめて購入しない買い方だと UR キャラクター1体1920円かかっちゃいますが、まとめて7日分購入する買い方だと1716円で買える計算になりますね。約200円安く UR 副賞ゲットできると、はい、これも UR 副賞を購入するのであればかなり安い買い物になりますね。まあ今 UR 副賞を買おうと思ったら、まあ例えば初心者割引なんかの UR セレクトなんかでも1枚1800円したりしますからね。まあこれは選べるタイプですが、まああとランダムタイプの UR ボックスだったら福神の釣り場なんかで3680円のやつを2回買わないと UR1 体ゲットできないんで、7300円ぐらい UR 取るのにかかっちゃうんですが、はい、よろずやうまく活用すれば1700円ぐらいで1体ゲットできると、いや結構お得ですね。 MR 結晶安いのいいですね。あとで何よりコイン使いながら回してるうちに道中で確率でこのお守りが落ちる可能性もあって、先ほど私が言った価格よりもっと安くゲットできる可能性もあるんですよね。まあ、長くこのゲーム続けてればそういう機会も何度もあったりして、それを平均で鳴らすともっと安く UR だったり二次キャラクターだったり MR 結晶なんかをゲットできるって考えたら、まあ、かなり量課金イベントなんじゃないかなと、はい、第一印象思いました。まあ、ちょっと初見で今ざっくり話してるのでもしかしたら間違ってる部分あるかもしれないので、訂正等あればコメント欄に書いていきますので、必ずコメントの方も見るようにしてください。はい、ということで、まあ、まだブラウザ版でしか実装されてませんが、アプリ版の方にも実装されたら実際に買ってみてどんな感じのイベントになるのか実際に課金してみていきたいと思いますので、いや楽しみですねこれは。はい、ということで万事万王屋の先行課金イベント紹介でした。はい、それでは。おっす。